途中腰、途中腰は、京都市佐京区大原省、伊豆市町と滋賀県を移し、以下立途中町の境に位置する峠。土地越せ、竜下、腰、または途中峠とも呼ばれる。なお、講義には峠前後の道の名称としても呼称される。国道367号と国道477号の重複区間となっている。標高は382メートル。峠の名称は、 延暦寺の僧侶で千日解放行を創始した、僧王将がそれぞれ解散した、武道寺と、葛川明王院の中ほどに位置する、辰花村を、途中村と命名したことから途中越と呼ばれるようになったと伝えられている。また、竜下、古市、または土地汚せとも称されたほか、朽木にあった土地生村特別するために、竜下土地生とも称された。この峠を通る、 国道367号は、かつての鯖街道をおおむね踏襲しているが、京都から出発して、最初の難所がこの峠であった。峠から少し、滋賀県側に進んだところには、途中トンネルがある。現在は片側一車線の道路となっている。峠付近は、掘割となっており、周囲より一段低く、コンクリートで固められた、殺風景な雰囲気となっている。また、 幹線道路であるためトラックなど大型車を含む多くの車両が通行する。峠のすぐ北側にはトンネルへ向かう道と途中集落を抜ける旧道との分岐がある。旧道は道幅が狭い他急勾配が存在するもののトンネルがかつて有料だったためこれを迂回する車両の通行が多かった。途中バス停用例は外部リンク先を参照。武道寺谷とも。 新中大見与智市略前海底公中、うの県一編、公文道書店館、P348 由来については、18世紀に、ゼゼ藩氏の寒川達清によって表された、大見与智市、略一市賀県教育委員会では、生の木からの引用として紹介している。うの P37、P349 寒川は、貝原敦信によって表された、 初秋順の木からの引用として紹介している。かつ花地大津環境宝箱滋賀県大津市、以下立途中長、かつ花地の石像美術石像美術機構。ありがとうございます。